もこんにちは。いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。さーて今週の新機体は、ホワイトユニコーン、出る。はい、今週の新機体はガンダムエボルブから、ゼータガンダム3号機 A 型が実装、通称ホワイトゼータですね。この機体が出たということは最古めのレッドゼータ、重装備のグレイゼータも実装期待できるのでは。今週はまあまあ沼って70連、本機は650コストの汎用機となっておりますね。期待チェック。ゼータガンダム3号機 A 型は、ベースとなるゼータガンダム3号機とは外装やカラーリングなどの違いが見られ、機動性やレスポンス強化などの性能向上を図られており、そのカラーリングからホワイトゼータとも呼ばれる機体。ちなみにゼータガンダムと比較するとモデリング結構変わっておりますね。武装チェック。武装はビームライフル、ビームサーベル、ワンググレネードランチャー、東部バルカン砲、ハイパーメガランチャー、ロングビームサーベル、そしてシールド。ビームライフル、ガンダム式の即よろけ射撃、マガジンは6発、リロードは18秒と重め。ビームライフルにしてはよろけ知識持ち高め。ビームサーベル、切り替えが 0.5 秒と短く、2撃目が 60%、下格闘は 140% と補正高め。また、下格闘は踏み込むモーションでよく伸びる。ワンググレネードランチャー、2000バーストの射撃、3発ヒットで蓄積よろけ。バルカン砲、射程が175とやや長めで高い蓄積よろけ取り能力を持つバルカン。ハイパーメガランチャー、静止射撃の即よろけ、2発速射でオーバーヒート。ハイパーメガランチャーはチャージすることも可能。威力551段ヒット、フルヒットで威力5500の照射ビームになりますが、長時間の静止射撃、反撃を受けるリスクが高い割には抑えめな火力。ロングビームサーベル、リーチが長く、下格闘は発生の早い 90%、 2段の 180% 格闘。リーチの長い M でツンしてもよし、いきなり下格闘ぶっ破してもよし。クールタイムが長くなっているので、サーベルとの併用が基本。本機は変形も可能。武装は通常時と共有のビームライフルに、変形専用のビームガン、ハイパーメガランチャー。ビームガン、高速移動射撃が可能で蓄積よろけが狙える何かと使える兵装。ハイパーメガランチャー、変形高速移動を行いながらのチャージ及び射撃ができて、強よろけ、爆風効果あり。本機は機体 HP が 30% を切るとバイオセンサーが発動、機体能力が向上し、ラムアタックバイオセンサーによりラムアタックのダメージが固定4000ダメージに。また、スキル空中格闘制御レベル2によって、ビームサーベル下格闘を空中で放つことが可能。スキルレベル2の効果で、空中格闘の火力は 30% アップ。カウンターは連続格闘、威力3000、追撃可能時間 2.9 秒。それでは実戦の方行ってみましょう。準備できた人から、出撃よろしくね。初動からかましていきます。行くぜー、変形ハイパーメガランチャー。ドワー。お気づきでしょうか、このダウン実は自爆です。強よろけ爆風射撃は非常に強力ですが、自爆の危険性やフレンドリーファイアしやすいという特性もあるので、運用には注意が必要ですね。特に強よろけのフレンドリーファイアはそれ一発で味方が死にかねないので、本当に気をつけた方がいいですね。変形中は衝撃吸収機構により落とされづらく、変形機構最適化制御による低燃費変形から繰り出す強よろけハイパーメガランチャー。強襲機はこれに粘着されるとたまらん感じとなりますね。通常形態では高速移動中、よろけ射撃リアクションを緩和するマニューバーアーマーを保有しているため、そのままゴリ押し格闘はもちろん、構築席のバルカン擦りつけ格闘なんかも刺さりやすいですね。とはいえ、蓄積よろけではよろけるので、この650コストという射撃力バカ高い環境では油断は禁物。対処されると一瞬でマニを剥がされますね。
射撃は基本的にビームライフルから入り、ハイパーメガランチャーで継続。さらに射撃追撃を入れたい時はグレネードという感じで行っておりますね。一方的に撃ち込める場面では、ハイパーメガランチャーからビームライフルでもいいかと思います。敵の強襲機はキュベレイマーク2、ここは逃がさずガンゼメイタス。今が後期、Y に続け回避したところを変形解除射撃でしっかりストッピング。なんて美しい一連の流れ、それはそれとしてあれ、これもしかして死んじゃうやつですか？いやー、ちょっと突っ込みすぎた可能性ありけりのかまたり。さて、この機体の変形ハイメガ、かなり地上機体に当てやすくなっていますね。爆風がある、ということは、鉄塔地面打ちでもぶっ刺さるわけである。ロックオン、ロックオン。地面に鉄塔ドーンからのアムロスペシャルオン2枚、ハイパーメガランチャーから変形解除ビーライ、空中格闘ロンサーした。ちょっとキャンセルミスったので入れれませんでしたが、その後サーベルがまた入りますね。格闘に持ち込む際は、ロングビームサーベル下格闘ぶっ放しからのサーベル N 下メイン。これもフレンドリーファイアしやすいので、状況次第で N やサーベルから入ります。射撃格闘ならビームライフルサーベル下ロンサー下サーベル N 下や、ビームライフルロンサー下サーベル N 下などを狙っていきます。支援機のハイメガゼータガンダムか、撃てば落とせていましたな、もったいない。という感じでですね、変形ハイメガからコンボ、変形ハイメガを冷やしながら鉄塔に戦い、また変形ハイメガコンボを狙っていく、そういった流れが基本になってくる機体かと思いますね。変形ハイメガのヒート時間は30秒。長いようで結構短いですね。ちょろちょろしてたら割とすぐに冷えます。ヒート短縮パーツももしかしたらワンチャンあるかもしれないですね。ここで本機の機体性能を見てみましょう。機体 HP は平均値を300、防御補正合計値は4、下回りますね。揚力ユニットにはダメージを 30% と、大きくダメージをカットする干渉剤を備え、ヒットボックスは650コスト機体の中ではスリム。また、耐久値4000のシールドも保有しており、耐久性能はいい感じかと思いますね。このシールドがよく壊れて墜落したりよろけたりしてイライラマックスハートかもしれませんが、それだけ攻撃を防いでくれているということですね。本当にダメな盾は壊れない盾。攻撃性能は格闘よりで合計値は概ね平均値。この機体変形からの強よろけ射撃、西格闘にマニューバーに強そうな射撃。一見、パーフェクトベータガンダムさんですか？って感じがするかと思いますが、使ってみると、意外と火力が出づらく感じました。そんな本気でも火力を簡単に出す方法があります。強襲機に粘着して空中格闘をぶち込めばスキル効果とタイプ有利でよダメガッポし、本気の機動力はややスラスターが高めで、スピード、旋回は控えめ、足回りはスペック値で見ると波って感じですが、性能高めの変形、空中制御プログラムレベル3による低燃費空中ダッシュ、さらにはバイオセンサーによる機動力向上、足回りは良好と言えますね。ただ、バイオセンサーが発動していない通常時は、緊急回避のレベルが1なため、スラスターが満タンでも回避で一発を破棄、近距離よろけ取り合戦でアドを取られがちなのでそこは注意ですね。強みは変形を含んだ機動性と変形強よろけ射撃、欠点は火力と緊急回避、大きくはそんな感じじゃないでしょうか。なんか敵の歩兵が行きましたね。これもしかして美味しいやつですか？いっけー、ハイパーメガランチャー。4000ダメージ届かず、そうです。このハイパーメガランチャーチャージショット、硬直やかかる時間の割に威力激初歩です。その時間でノンチャージハイメガ、ビームライフル撃った方が早いですね。本気の運用で気をつけないといけない点、もう一つありました。それは変形解除を、対空している間の体よろけスキルがないこと。変形解除を、格闘を振りに行こうとする場面など、普通に即よろけ射撃で撃ち落とされますね。そのため、場合によっては変形解除せず引き逃げラムアタックする選択肢も全然あり、特にラムアタックバイオセンサー発動中は非ダメージを 50% 軽減するので、変形をうまく活かせば長生きも可能。最後の出撃、ホワイトゼータ、出る。スコアはギリ勝っておりますが、我がチームはスコボコに HP が減っており怪しい状況。これは機
近すぎたのでロンサーから入り、適切な距離があればサーベル下から入りますが、近すぎた時は、先ほどのようにロンサーから入るとスムーズに行きやすいですね。やや、これは右のゼータを追うべきか、左で戦うべきか、迷いましたが、こちらにもすり減っている敵いるので、左で戦います。ダブルゼータは元気もりもり、放っておきましょう。この機体、黒煙を上げているぞ、逃がすなぁ。ナーシートゲ、あ、そうね。ナームーさん。いやぁ、最後武器選択ミスったぁ。ハイパーメガランチャーで締めてればギリ落とせた可能性ある。ホワイトゼータでした。変形活かせる人なら全然良い機体かと思いますね。今日よろけはやっぱり凶悪やでー。それでは今回はこの辺でー。